シンフォニア・バルソビアは、ポーランド・ワルシャワに、本拠地があるオーケストラである。1984年にユーディ・メニューインによって設立。ポーランド室内管弦楽団の団員を中核として、ポーランド国内からメンバーを集められた。以来メニューインを音楽監督として、活動を続ける。1998年から現在まで、芸術監督を、クシシュトフ・ペンデレツキが務めている。 2001年から2004年まで、ホセクーラが、客演識者を務めた。主なレコーディングは、メニューイン式で、ベートーベン・シューベルトの公共曲全集、クーラー式で、ラフマニノフの公共曲、第2番、ペンデレツキの自作自演集などがある。海外でも演奏活動を行っており、日本で行われるラフォルジュルネオ・ジャポン、熱狂の日音楽祭にも毎年参加している。 ポーランド室内管弦楽団は1972年にワルシャワ室内歌劇場のオーケストラとして設立。こちらもメニューインが音楽顧問を務めていた。2002年よりナイジェル・ケネディが芸術監督を務めており、現在もシンフォーニア・バルソビアとは別に独立した活動を行っている。主なレコーディングはヤゼク・カスプシク式。 ケネディ独奏で、ポーランドの作曲家のバイオリン競争曲集や、フーツンの指揮と独奏で、モーツァルトのピアノ競争曲集などがある。ありがとうございます。